どうもワニです。そしてこちらは我が家のねパターンレスアルビノのオスの青大将とエゾブルーのメスの青大将が交尾して産んでくれた青大将の卵です。最初ね7個産んでくれたんですけども、最初からちょっとね変な形の卵がいくつか紛れていて、まあ、ちょっとずつねダメになった卵とかを排除していったんですけども、結果この4つの1,2,3,4 のね4つの卵が残りまして、気づいたらこの卵がね切れ目が入って中身が空になってました。青大将が孵化しています。そう、以前すでにねアルビノ同士で掛け合わせた青大将の卵は孵化してくれたんですけども、このエゾブルーと青大将を掛け合わせた卵も孵化してくれました。うん、これちょっと変色しちゃってね変なヤバい色になってる。4番も空になってるし、この3番はどうなんだ。これ3番中入ってそうだけどまだ出てないってことはもうダメなんだろうな。とりあえずちょっと孵化した青大将たちをチェックしていきたい。この中に隠れているはず。おいた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 ぞ。はい、まず1匹。うん、ノーマルですね。まあそりゃそうですよね。まあエゾブルーとはいえね青いけどもノーマルの青大将と、まあ、パターンレスアルビノを掛け合わせているのでノーマルが出るのは全然予想範囲内なんですけど、ヘテロアルビノパターンレス青大将ってところですね。劣性遺伝、今は先制遺伝っていうのだったかな。でパターンレスとアルビノの遺伝子が入っている青大将ちゃん、奇形とかでもなく無事に元気に生まれてくれてますね。でサイズも結構大きいですね。生まれた時からもうこんなサイズかっていう感じですね。あの先に生まれていたアルビノの子たちよりもちょっと大きい気がします。まあ、もう一匹ぐらいいるはず。お、いたぞ。はい、おこの子も結構いいサイズですね。アルビノの子たちより大きい。でもこっちの子は普通のね、まあ幼体の青大将らしいマムシに擬態した丸いね模様が背中に入っている感じで、まあ普通のノーマル表現の青大将って感じですね。お腹側の方とか見ても、まあ、若干点々の模様が入っていますね。特に後ろの方とかはそれが顕著ですね。こんな感じなんですけども、もう一匹の方、こっちのもう一匹の方の子はもう首元の方とか見ると明らかに分かりますよね。丸い模様が入ってなくて、まあ、縞模様みたいな、縞蛇の模様みたいな感じの縞模様が入ってます。まあ青大将ってねアダルトになってもこんな感じの模様が入ったりするんですけど、ベビーでこの模様はなかなか珍しいですね。で下の方に連れて点々模様みたいな感じの雰囲気の模様が入ってますけど、明らかにノーマルのことは違う模様の入り方。これパターンレスになるのかな、パターンレスなのかな、もしくは、まあ、ストライプっていうそういう縦縞の模様が入った品種の子とかもいるんでストライプになるのか、ちょっとまだねベビーの段階だと俺もね詳しくないんで判然としないんですけれども、明らかにノーマルではないですね。お腹側を見てみてもさっきの子は まばらに黒い点の模様が入ってたりとかしてね、後ろの尻尾の方とか行くとそれが顕著だったりするんですけど、この子は尻尾の方を見ていっても一切模様が入ってませんね。もしかしたらパターンレスなのかもしれないですね。もういないかな、2匹だけか。あら、2匹だけっぽいですね。ってことは卵4つあったけどそのうちの2つは孵化できてないってことか。確かにちょっと重たいもんな。じゃあこれ中切って見てみましょうかね。4番は裂け目があって割れているから、この3番と5番が生まれなかったってことですよね。もう形としては4番よりも3番の方が綺麗だったからこっちの方が無事生まれてくるんじゃないかと思っていたんですけど、ダメだったのか。裏側はへこんじゃってるんだよな。なんだろう、湿度が足りなかったのかな。爬虫類の卵って湿度が足りないとへこんでしまったりするらしいんですけど、でもそれにしたって他の卵は無事生まれてるのにこの卵だけそんな湿度が足りないってことがあるんだろうか。開けてみると、どういうこと、ゆで卵みたいになってる。中身が全部均一な白いゲル状の固形物ですね。これ中身ずっしりしてるなと思ったけど全然別に発生は進んでいなかった。何の蛇の形にもなってない、蛇のへの字もない。なんか なんでこんな固まっちゃってるのかもわかんないけど、腐敗が進んだのかな。
まあ、全然惜しくもなんともなかったんですね、この卵ね。見た目すごい綺麗だったんだけど、そんなことあるんだ。でこの5番はもう明らかに見た目からしてもやばそうな色をしてるんだけど、5番の卵はどうだったんだろうか。今度は黄身だけみたいな感じだな。これも全然発生は進んでいなかったみたいですね。もう完全にもう中身がそのまんま固まりましたみたいな感じですね。で他の卵 も明らかにもう腐っていてもうダメだったので捨てたんですけども、それもまあ発生は進んでいなそうだったんで、じゃあもう無事に発生していたのがそもそも卵2つだけだったっていうことなんですね。アルビノ同士で掛け合わせた卵はね、もうほとんど無事に生まれてきてくれたんですけども、メスの方が悪かったのか、それともオスの精子が薄くなっちゃったのか、メスの卵の状態があんま良くなかったのか分かんないですけど、こっちはちょっと孵化率が低かったですね。7個産んで2匹生まれたという感じですね。で早速今回生まれてくれた青大将ちゃんの飼育環境をセッティングします。といってもまあ普通の安いプラケースに程よいサイズに畳んだキッチンペーパーを敷いて、全身が疲れるサイズの、まあ、プリンカップの水入れを入れてあげるだけですね。室温はもうエアコンで一括で30度近くに管理してますんで十分ですね。こちらに青大将ちゃんを投入します。 OK。 もう一匹の方も、ほいほいほい、オッケー、これで飼育していきます。アルビノの子たちが5月15日に産卵していて、7月1日に孵化してるんで、まあ、孵化日数としては産卵から45日ぐらいなんですよね。でこのノーマルの子たちは6月9日に産卵して7月25日なんで、まあ、産卵から孵化まで46日程度なんですよ。だからまあ孵化日数としてはアルビノの子とそう変わらないんで、やっぱりね最初から卵の状態がまあ最初に見た時からねちょっと変色してる部分があったんで、見るからねあんまり良くはなかったので、もうオスの原因かメスの原因かわからないですけど、最初から卵が良くなくて生まれなかったんだなという感じですね。で体の大きさに関しては、まあ、そもそもメスがねアルビノのメスの方よりも体が大きいんで、まあ、子供も大きく生まれてくるのはそれは必然かなというところです。まあ、何にせよね無事2匹だけでも生まれてくれて良かったです。まだこの子たちはね、一回も脱皮してない、最初の脱皮、ファーストシェッドを置いてないので、まあ、餌やりとかできないですね。まだ体の中に入っている栄養で十分で、今餌やりしちゃうと逆にね、吐いてしまうんで餌やりができないんですけども、餌やりをするところとか動画を撮って出していけたらなと思っています。でこの子たちね、ノーマルだからなのかわかんないですけども、アルビノの子よりも性格がおとなしいですね。アルビノの子たちは生まれたばっかの時触ろうとすると、てか触るとこう噛みついてきたりとかしたんですけど、この子たちは全然噛みついてこないですね。すごくおとなしくていい子ですね。ベトナレの青大将に育ってくれそうです。この子たちもね表現は出てないんですけども、アルビノの遺伝子は持ってるんで、アルビノの子とかヘテロアルビノの子と掛け合わせるとアルビノがね生まれてくる可能性があるんで、育ててまたね次の世代の親にするのも面白いかなと思いますし、まあ、爬虫類館で販売するのもありかなと思っているところなので、青大将をね飼ってみたいという方は爬虫類館の方のツイッターとかもねフォローして情報をチェックしてみてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。